今日の試合もやっぱりもちろん相手がどうだっていうよりはこう自分のプレーっていうか自分がやりたいことをいかに出せるかっていう方が自分の中で今大事だと思ってるんで、相手がどうっていうよりちゃんと自分らしさっていうのをちゃんと出してちゃんとハッスルして気持ちが伝わるようにで、まあ、試合終わった後に常にこう満足感を得れるように育っていくしかないと思うんですけど、コンディションは今すごいいいですね。シートに関してはもう本当やってみないとわからない。気持ちよく打てれば。ああ、やっぱ自分のバスケ自体は開幕戦よりすごい積極的にいけたし、まあ、良かったと思うんですけど、今日の勝ち試合だし、僕もいいところで最後ディフェンス止めて、であそこはやっぱ自分で行こうと思ってたんで、あそこ一本決めれなかったのはやっぱまだ僕の力になってたし、あそこ決めとけば多分勝ちとし、5点差になってたんで。今試合中も無理なシュートあんま打ってないんで、どん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 こう空いて自分のタイミングの時だけ全部打ってます。それがまあ最後に繋がったから。米井君は一番怖いところを最後出たっすね。もう分かってたんですけど、あそこで解散にピック来られて、まあ、僕も出れなかったんで、まあそこで決めるっていうのは、米井君のすごいところですよ。昔は結構やってたっすね、うん、もうちょっと最近も知らなかったっすね、うん、やっぱ面白かったっすね。やっぱそのタイプが全然違うじゃないですか。そういった意味ではね、お互いいい感じでやり合えたかなと思って、うん、もっとやりたいっすね、うん、また負けに行くと思う。